ザハハディッド、ザハハディッド、ザハハディド、ザハハディードとも表記、1950年10月31日から2016年3月31日は、イラクバグダード出身、イギリスを拠点に活躍した建築家。現代建築における脱構築主義を代表する建築家の一人で、コンテストに優勝しても、デザインが奇抜すぎて建築されなかったことも多いことから、 アンビルと、たたずの女王の異名を持っていた。近年では、建築技術の進歩により建築可能物件が増えて、来ている。三次元カナダドルを持ち、コンピューテーショナルデザインや、パラメトリックモデリングの手法を駆使し、従来にない曲線的なデザインを実現してきた。ザハハディットは、イラクの首都バグラットに生まれた。父は、政治家で、リベラル系政党の指導者だった。 建築に対する関心は、イラク南部に残っている、シュメール文明の遺跡を訪れた時に芽生えた。ハディットは、以下のように10している。父は、私たちを、シュメールの都市を店に連れて行きました。まずボートで、さらにもっと小さい足でできた小舟で沼地にある、村々を訪れまし。その風景の美しさひくすな、水、足、鳥たち、家々、そして、人々が、 一色田になって流れてゆく忘れたことはありません。私は現代的なやり方で同じことをしようと設計と都市設計の形態を発見・発明することだと思っていますがマイナスしようとしています。彼女は幼少期にカトリックが運営していたフランス語学校で学んだ。この学校はイスラム教徒であるザハやユダヤ教徒も共に机を並べるリベラルな雰囲気の学校だった。 ベイルートのアメリカンユニバーシティで数学を学んだ。イラクでサッタームフセインが権力を握ると、彼女の家族はイラクを脱出した。1972年にザハは都営し、ロンドンの私立建築学校英国建築協会付属建築、専門大学 A スクールで建築を学んだ。1977年に卒業すると、 A スクールでの教師でもあったオランダ人建築家のレムルハースの設計会社オフィスオブメトロポリタンアーキテクチャで働き始めた。1980年に独立して自分の事務所を構えた。彼女の名が知られるようになったのは1983年に行われたピークレジャークラブの建築設計競技コンペである。これは香港のビクトリアピーク山条に建設が 予定されていた高級クラブためのコンペで、ジョン・アンドリュース、ガブリエル・ホルモサ、磯崎・シン、アルフレッド・シュロナルド・ブーンが審査委員を務めた。磯崎の推薦によりザハが一等を獲得したが、爆発した建物の無数の破片が鋭い軌跡を宙に、残しながら飛び交うような設計案は、コンペ勝利直後に、事業者が倒産したことで実際に建設されること、図った。 1980年代には、ハーバード大学、イリノイ大学シカゴ校、コロンビア大学等で教鞭を取ったこともあり、1988年に、ニューヨーク近代美術館が主催した、脱構築主義者建築展なども注目されたが、独立後から十数年間は、実現に至った建築はなかった。同年には、建築写真家の二川幸男によって、 日英表記の作品集が出版された。1990年に札幌のモンスーンレストランの内装を手掛け、同年の大阪の国際下と緑の博覧会では、他の脱構築主義建築からと共にホリーを手掛けている。1993年から1994年の 作品であるドイツのベールアムラインのビトラ消防署が彼女にとって最初の実際に建設されたプロジェクトになった。これはスイスの家具、インテリア製造会社であるの工場跡地に建設されたビトラデザインミュージアムの一部であり、安藤忠夫のカンファレンスパビリオン、アルバロシザのプロダクションホール、ジャンプルーベのガソリンスタンド、 バックミンスターフラーのドーム店とヘルツォークドムーロンによるショップカフェを併設すショールームなどが隣接している。1994年にはウェールズの主婦カーディフのカーディフベイオペラハウスの設計コンペに勝利したが、保守的なチャールズ皇太子がメディアを通して伝統主義的建築の復興を訴えるキャンペーンを行っていた影響もあり、コンペはやり直しになった。 二度目の選考でもハディットが勝利すると資金提供を予定した国営く事校社は建築計画を中止した2000年代になると建築技術の進歩により建築可能な物件が増えている2006年には事務所を構えるイギリスでがん患者の支援を行う団体であるマギーズセンターズのファイフにあるビクトリア院内の事務所を設計しこれがイギリス初の建築された 建築物であり、彼女の英国代表作となった。以後は、国際デザインコンペで多く勝利している。2002年、シンガポールの都市計画コンペで勝利し、2004年ロンドン五輪の水泳会場アクアティクスセンターを設計。2005年には、バーゼルの新家事の建設計画のコンペも入賞した。2012年には、日本の新国立競技場のコンペで最優秀賞を、 受賞し、設計に当たることになった。また、建築設計以外にも、ブリタニカ百科事典の編集委員の一員になるなど、活躍の場を広げている。建築における顕著な功績で2002年に、大英帝国勲章コマンダー、2012年に、ドーデームコマンダーを受賞。2004年には、女性初のプリツカー賞を受賞した。インテリアの仕事も多く、 ロンドンのミレニアムドームのマインドゾーンの内装設計などが有名であるほか、東京、現美術館におけるドイツ銀行コレクション店の展覧会場設計も行ってた。2013年11月には2022年の FIFA ワールドカップで使用されるカタールの新スタジアム、あるワクラスタジアムを設計した。この新スタジアムのコンセプトはカタールの伝統的な漁船、ダウブネをイメージし、 見た目の美しさだけでなく、現地の強烈な日差しにも耐えられるよう工夫して、作られている。しかしデザインが発表されると、インターネット上では、女性器に似ているとして話題になった。これに対しザ・ハハディド側は、米タイム氏に対し、彼らのナンセンスな意見には本当に戸惑っているの、彼らがなんて言っているかって、建物の穴が女性器に見えるってことばかりよ。馬鹿げているわと語っている。また、 もし仮に男性が設計したのなら、こんな卑猥な比較はされなかったでしょうと発言。だが、大衆の意見は変わらず、米ニュースウィークと合併した、ニュースサイト、デイリービーストで11月26日、芸術作品の本質において、鑑賞者の反応は、作家が伝えようとした意図と同様に重要であると、主張。最後には、女性記に見えるという感想は誰も非難すべきものでは、 ないと結んでいる。2016年には、女性建築開発の RIBAA ゴールドメダル受賞。3月31日、帰還支援の治療を受けていた、マイアミの病院、マウント市内メディカルセンターにて、心臓発作のため死去した。後日、ロンドンセントラルモスクにて、追悼式が行われた。1980年に独立して設立された。 自身の建築設計事務所である。1988年より建築家が共同代表として加わった。ロンドンの旧小学校内に設立された。10年前までは一教室のみが彼女の事務所で、他の教室は賃貸にしていたが、現在は学校全体を使用している。また近隣にギャラリー券オフィスがある。ハンブルクと中国にも、 文室を構え総勢430人、ロンドンだけでも250人が働いている。2008年9月にザ・ハハディット・アーキテクトのパトリック・シューマッハと共同でリニューアルオープンしたイタリアのファッションブランドであるニール・バレットの青山店の内装デザイン手掛けた。ショップデザインに関しては初めての取り組みである。依頼者のニール・バレットは店舗デザインの依頼について 浮かび上がるような存在感など、彼女のスタイルすべてが好きだったのです。今回のプロジェクトでも彼女とは何度も話し合いをしましたが、決して私の考えを押し付けるようなことはありませんでした。最初のスケッチを見て、これだ。と、満足できたとインタビューに答えている。日本国内でザハハディットの建築物が見られる唯一の建築物であったが2013年8月18日で、 閉店した。2020東京五輪で使用予定で、当初は2019ラグビー W 杯も行われる予定だった日本の新国立競技場の彼女のデザイン案は2012年11月に国際コンペにて選ばれた。なお、最初はコンペへの参加に消極的だったとも言われる。その後、設計責任を負わない。 デザイン監修者として監修料13億円で聖書の日本スポーツ振興センター JSC と契約し、設計自体は日本の設計者が担当していった。流線型が注目された一方で、巨大さが景観を損ね、建設品も莫大すぎるとして、一部アスリートも含め各方面から批判が噴出していった。2013年11月に、 約25%縮小するも年間維持費は約41億円に上るとも言われた。ただし規模は施主の JSC が定めた応募条件であり、決して彼女に非はないとも言われた。2015年10月に着工予定だったものの、同年7月17日、安倍晋三首相は建設計画の白紙撤回を決断。徳良俊一を座長とする。 有識者会議の下部組織である施設利活用文化グループには NHK の石原誠もメンバーに加わっており当日の NHK ニュースなどでの岩田貴子記者の解説など内閣不支持率が支持率を上回った結果の動きという見方もあった彼女のデザインを推したコンペ審査委員長の安藤忠夫は前日の会見で建設費まで視野に入れる義務はなかったし に、520億円、7月7日の最終資産額に驚いたと述べていた。7月28日に、ザッハ事務所は、建設費高騰をデザインそのものが原因とした、菅義偉官房長官の見解等への反論声明を改めて発表。また、鉄骨ボックス構造で内定コストの信案にて、建設に関与し続けたいアピールもした。その後、 2013年の時点で小規模案への変更提案を検討していたことも明かし、特徴でもある2本の黄色アーチの有用性も示した、約23分間の解説動画と91の PDF 資料を公表した。再コンペには、日建設計と組んで参加する計画だったが、今回はデザインビルド方式で組む指向者が見つからず、応募9月18日締め切りを断念した。 熊健吾の A 案採用が決定した12月22日には、座席などの内部が、我々のデザインに驚くほど似ているとコメントし、指摘財産権を主張した、もう一方の B 案で敗れた、伊藤富雄も柱割りなどの類似を指摘した。年明けの1月14日に、ザッハ事務所は、監修料の未納分を支払う代わりに著作権を譲る、用という JSC からの要請を断り、 書面を送付して著作権交渉を求めたことを明かした。彼女の最初案は、スロープが首都高や線路をまたぐスケールだったが、縮小後の案には、ダイナミズムの低下、牧文彦、亀のような、鈍重な姿、窮地の磯崎新との声があった。一方で、竹中工務店出身の吉田健介や、ザハ流の三次元設計を高評価する、藤村隆至らの建築家や、 作家の岩崎夏美や経済アナリストの森永、卓郎やタレントの大悟など、惜しむ意見もあった。リカルド・トッサーには、日本の建築家による、木造建築を早期させる新デザイン、A 案、B 案を、妥協案と表し、ザハ案の方が未来への方向性が見られたとコメントし、なお、NHK が2015年8月に、単独インタビューを実現したが、多忙のため、 ほぼ事務所のジムヘベリンがマスコミ対応などをしてきた。1990年に札幌のモンスーンレストランの内装を手掛けている。同年の大阪の国際へと緑の博覧会では、他の脱構築主義建築家と共に庭園などにある装飾用の建物のホリーを手掛けている。2014年10月18日から12月23日にかけて東京オペラシティにおいて、 日本初の大規模古典を開催した。彼女は、ロシア構成主義の建築や、美術の強い影響を受け、コンセプチュアルで、空想的なものを現実空間に出現させ、見学、利用者に驚きを与えている。かつては、同じく脱構築主義者である、ダニエル・リベス・キンド同様に、実際の建築作品ではなく、建築思想の提唱者として、 また過激なコンセプトを示した図面の製作者として、もっぱら知られてた。無数の道路やパイプのようなラインが、緩やかに折れ曲がり交差し重なり合いながら、高速で流れるイメージや、近未来的で巨大な有機体上の構造物などを、描いたドローイングを特徴とする。彼女のプロジェクトを担当した経験を持つ金田光弘、2012年当時、 アラップ東京事務所に在籍していた構造エンジニアによると、形へのこだわりはもとより、建築とファサーダの融合が非常に大切としているという。一方で、ロンドンにある事務所、2015年7月現在は、古風なレンガ作りの外観となっている。東京、千代田区にも事務所を持つ、2015年7月現在。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。